どうも、中堅です。さあ、今日の動画ですね、我が家にやっと届きました。念願でした、これはね。2021年シーズンのね、ユニフォームの方が届きました。いやー、僕ね、ちょっと断言しますよ。まあ、これ僕個人なんですけどね、過去一でかっこいい。過去一でデザインが素晴らしいです。皆さんわかんないですけど、いや、今年のユニフォームがね、このヴァンフォーレ甲府の公式のホームページでアップされて、僕それ見たときは、かっこいい、やばのね、このね、言葉しか出なかったです。それほどかっこいいデザインとなっております。そんな中でですね、今年もね、このヴァンフォーレ甲府のユニフォームのスポンサーにはですね、水野株式会社様がついていてですね、このようなコメントを残しております。水野株式会社は2021年シーズンもヴァンフォーレ甲府様のユニフォームオフィシャルサプライヤーを務めさせていただきます。ユニフォームなどアイテムの提供を通じて所属選手のプレーはもちろん全力でチームのサポートをさせていただき共に戦いますと、もう力強いコメントを残しておりまして、水野株式会社様ですね、ヴァンフォーレ甲府と共に戦いたい、このね、強い気持ちがね、僕はね、すごく伝わってきました。でね、ユニフォームデザインの方もご紹介させていただきたいなと思います。まあ、デザインコンセプトですね、狩りの虎として名高い武将である武田信玄の家紋でありクラブエンブレムにも象徴される武田菱をモチーフにしたグラフィックをピッチで入るように大胆に配置し、グラデーションを用いることで奥行き感、立体感を表現しましたというね、この、まあ、武田菱、はい、こちらのね、1、2、3、4、5個かな、あ、ここにもあったの、武田節がずっさりね描かれているね、こちらのねデザインとなっていますけど、後ろにも武田節描かれてたっけな、うん、描かれてますね。1、2、何個かわかんないですけど、やっぱりね、山梨といえば武田信玄ですよね。歴代のユニフォーム見てもですね、武田節は描かれてたりして、やっぱり武田信玄のね力というものがねすごく感じられますよね。僕の実家もですね、武田節のね絵というか置物っていうのかな、よくわかんないですけど、よくわかんなくはないですけど、座敷に飾ってありますね。去年のユニフォームもね、もちろんね、あえて武田節、まあ歴代のユニフォーム結構ね描かれてるんですけど、はい、そんなね、こちらのユニフォームとなっていますけどね、製品説明もしとこっかな。2021年シーズン公式戦に着用するゲームシャツ素材ドライサイエンスストレッチ2は吸汗速乾性に優れ、ベタつきの要因である水分かっこ汗をね生地裏面に残さないように点で皮膚に接触することにより裏面から表面パフォーマンス低下を防ぎます。ゲームパンツの素材にもシャツ同様のドライサイエンスストレッチ2を採用、激しい足回りの、ね、動きに対してストレスを与えないよう柔らかくストレッチ性に優れた素材を用いて選手のパフォーマンス維持をサポートしますと書かれておりました。確かにね、ちょっとこうやればですね、ちょっと伸びたりするんで、やはりね、このストレッチ性がね選手には負担にならないように作られているんじゃないかと思いますね。汗もね速乾性って書いているんで、乾くとにかくねサッカー選手に持ってこいというね、このユニフォームの材質となっております。はい、今日の動画ですね、2021年シーズンのユニフォームが我が家に届きましたというね動画になりました。僕序盤にこのユニフォームはですね過去最高にかっこいいって言いましたけど、この動画を見ている皆さんはですねどうでしょうかね、何年のユニフォームが一番かっこいいでしょうか、ぜひねコメントに書いていただけたら嬉しい限りでございます。そんなところで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。